こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、大人のデニムの着こなし方完全解説ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。僕ら30代、40代、大人世代にとってデニムというのはですね、もう欠かせないアイテムだと思うんですね。 まあ正直、デニムが今のトレンドアイテムかというと、そんなことはなくて、最近はですね、デニム以外にも様々なボトムスの選択肢があるので、なかなかデニムを履かないという世代、特に10代、20代の方も増えてるんですね。 そんな中で、やっぱり僕ら世代ですね、30代後半から40代以降の方は、デニムに慣れ親しんできたわけなので、着こなしの中でも使うという方は少なくないかなと思うんですね。僕自身もデニムは大好きで、様々なブランドのものをですね、たくさん履いてきました。今は履く機会はそんなに多くはないんですが、やはりですね、デニムの着こなし方というのは、皆さんからのリクエスト非常に多いので、 今回は特にですね、大人世代はどのようにデニムを着こなせばいいのか、ここにですね、フォーカスを当てながら徹底的にわかりやすく解説をしていきたいなというふうに思っています。 まあデニムといってもですね、本当に様々な種類があるので、今の時代の流れ的にはどんなものがあるのか、このあたりからまずはですね、解説をしたいなと思ってるんですが、まあ僕の手元にあるデニム系のアイテムをですね、ちょっと今回はいろいろと持ってきました。まずはですね、一番ベースとなるのはこういったブルー系のですね、ちょっと色落ちのしたようなデニムですね。 こちら見てください。ユニクロで購入した、まあ本当にオーソドックスなデニムですね。シルエットに関しては僕は結構痩せ型なのでスキニーを履いてるんですが、これでもですね、ややゆとりがあるぐらいなので、まあ決してビチビチにならないというのがこちらのデニムなんですね。適度に色落ちがしていて、いつの時代にもですね、ベーシックで使いやすいのが、 こういった色合いなのかなと思いますね。これも今回は使っていきたいなと思うんですが、一方で今旬なデニムといえばどんなものなのかというと、正直ですね、本当に薄い色のデニムなんかもトレンドには上がっているんですね。 10代とか20代前半の方であれば、ちょっと薄めのデニムで、シルエットも太いものを履くっていう方、増えていますが、なかなか僕ら大人世代には難しいですね。やぼったく見えてしまって、本当におじさんっぽい感じに見えてしまうので、相当おしゃれが得意な人じゃないと、そういったものは難しいかなと思うんですね。一方で、僕ら大人世代が履けるようなデニムの一つの大きな流れとして、最近はですね、このように色落ちしてないリジットデニムですね。こういったものが、やはりちょっと旬になってきてるかなと思います。 ますねこちらもユニクロのアイテムですね。スリムフィットのリジットデニムですね。まあ見ていただくとですね、この裾を折り返すとセルビッチになっていまして、かなり作りのいい一本になってます。これもですね、非常に使い勝手がいいので、今日もですね、実際に活用していきたいなと思うんですが、このようなクリーンに見えるデニムというのも今のトレンドなので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。一方で、デニムといってもですね、ブルー系だけではなくて、僕が結構大好きなのがグレー系のボトムスなんですね。これです。 僕がですね、私物でたまに生えているのはこちらなんですが、 まあレッドカードというデニムのブランドのものなんですが、ブラックよりはちょっと色落ちしたグレー系になっていまして、一本目のボトムスと同じようにちょっと色落ちしてあるような感じですね。ももから膝にかけて色落ちしているような、ちょっとダメージ加工してあるレッドカードのデニムなんですが、こういったグレーベースのデニムも僕は大好きで、ちょっとですね、ブルーに比べるとモード感が出るというか、シャープな着こなしにも合いやすいので、まあ、こういったものをベースとして持っておくとすごくいいのかなと思いますね。まあ、僕の中でのイメージでは、 イタリア系ファッションのお得意な方星葉さんとかもねこういったグレー系のデニムを履いてるイメージですが僕もこういったデニム大好きでまともとこうリオーロームというブランドがあってまだ立ち上がったばかりのですね僕は大学生ぐらいの頃ですがその時からですねこういったグレーデニムって結構多くて僕自身もですね なんとかお金を貯めて買ったのを覚えてまして、その頃からこういったグレー系のデニムが好きなんですけども、こういったものも選択肢としてあります。あともう一つですね、ちょっとデニムと言ったらデニムなんだけども、正確に言うとデニム素材ではないんですが、僕の手元の中でデニムっぽく見えるですね、デニスラーと呼んでいますが、このようなアイテムも一応選択肢ってあるよという形でお見せしたいと思います。はい。これはですね、パブリック東京で仕立てた いわゆるこうデニム風に見えるですね、スラックスですね。まあ、仮にこれが素材がデニムのものも結構あったりするので、 本当はデニムのスラックスだとして、こういった形で、素材はデニムなんだけども、センタープレスが効いていて、ちょっとドレスライクなボトムスというのも存在するんですね。まあ、こういったものもですね、最近、ちょっと復活気味の傾向がありまして、僕ら大人世代には似合いやすいので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。2本目にご紹介したリジットのデニムと同じような表情ですね。こういったデニムスラックスは色落ちがあんまりしてないものが圧倒的に多いんですが、色の雰囲気なんかは似てるんですけども、このセンタープレスが入ることで、 かなり綺麗めな印象になるので、こういったアプローチも結構ジャケットになんかもあったりするので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん検討していただければなと思います。このような形でデニムといってもですね、様々なものがあるので、このあたりは皆さんの手持ちのものだとか、もし持ってなかったら新たに新調してみるのもいいかなと思うんですが、それぞれ似合うスタイルも変わってきたりするので、今回は実際に履きながらですね、 大人の男性にはどのようなデニムのコーディネートが似合いやすいのか、しっかりと解説をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、早速一つ目の一番ベーシックで使いやすいですね、デニムコーディネートから皆さんに解説をしたいなと思ってます。先ほどですね、一番最初にご紹介させていただいた、少し色落ちのしたベーシックなデニムですね。 これはユニコーンのもので全く問題がないかなと思いますし、ちょっと価格帯を上げるのであれば、リーバイスだとか、先ほど出てきたレッドカードだとか、そういったものがおすすめなんですが、そういったデニムを履いて、上なんですけども、ジャケットを羽織り、その下にはですね、丸首のニット、その下には丸首の白 T シャツを着るというですね、もうザ定番的なコーディネートを組んでみました。デニムというのは、様々なファッションアイテムの中でも、カジュアルなイメージを持つアイテムなんですね。 もっと綺麗めなボトムスだと僕はよくお伝えしているようなブラック系のスラックスがあったりするかなと思うんですがそういったものに比べるとかなりカジュアルです。ですのでこのデニムに合わせるアイテムというのはカジュアルなものというよりは少し綺麗な感じのものの方が僕は相性がいいかなと思ってるんですね。 このデニムに対して T シャツだとか、あとはパーカーだとか、ネルシャツだとか、そういったものを合わせてしまうと、それはそれでアメカジ的な着こなしで悪くはないんですけども、大人の男性が着てしまうと、ちょっと子供っぽく見えてしまう可能性が高いので、できればちょっと綺麗な雰囲気のあるアイテムと合わせてあげるのが、一番簡単で鉄板かなと思います。そういった意味では、今僕が着てるようなネイビージャケットですね。 このネイビーのジャケットとデニムの合わせというのはもう定番中の定番で僕ら大人世代としては結構見慣れてるスタイルかなと思うんですがぜひ皆さんもですねジャケットと合わせるというスタイルトライをしていただきたいなと思いますジャケットというアイテムはデニムと正反対でかなり綺麗めでビジネスっぽいイメージのあるようなアイテムなんですがだからこそデニムを合わせることで適度にカジュアルダウンしてあげると僕はバランスがいいかなと思うのでぜひトライをしていただきたいですね そして内側にはですね、丸首のニットを着てるんですが、このニットというのは、綺麗めとカジュアルのバランスで言ったら、やや綺麗めぐらいで、これまたデニムと相性がいいんですね。ですので、このような形で丸首のニットとジャケットという組み合わせ、結構デニムとは相性がいいかなと思います。 そして足元なんですが、今回はですね、ブラック系のレザースニーカーを履いています。これまあ正確に言うとですね、レザーではなくて、レザー風に見えるようなフェイクレザーなんですが、今季のザラのものを履いています。まあデニムにはどのような靴が合うのかというと、これまたですね、ボトムスの特徴としてカジュアルなので、あまりにカジュアルすぎるものを合わせてしまうと、結構子供っぽく見えてしまうんですね。例えばスポーツブランドのロゴががっつりと入ったようなスニーカーだとか、 色が鮮やかなものを合わせてしまうと、なかなかバランスが取るのが難しいので、個人的にはですね、レザー系のスニーカー、このあたりは相性がいいかなと思ってまして、ブラックのレザースニーカーだとか、ホワイトのレザースニーカー、スタンスミスだとか、あとはオールスタークップだとか、そのあたりのですね、シンプルな白黒スニーカーは、まず相性がいいかなと思います。 あとは綺麗めに振るんだったら、ローファーだとか、あとはチロリアンシューズですね。ちょっと手元にたまたまこれがあるのでお見せしますが、こういったチロリアンシューズとか、そういったちょっと綺麗めな方向の靴もですね、相性がいいかなと思うので、まあ、今回はちょっと少しカジュアル感のあるような、ブラックのレザー風スニーカーですね、こちらを合わせてみました。このスタイリングはめちゃくちゃ簡単なので、ぜひ皆さんもですね、基本のスタイルとして覚えておいていただければなと思っています。 ちなみにジャケットは僕今ネイビーを着ていますが他にもですねブラックのジャケットグレー系のジャケットそういったものでも相性がいいですしあとはベージュ系のジャケットなんかにも結構デニムって相性がいいんですね今はネイビー系のジャケットなのでこういったネイビーという濃い青とあとはこのようなデニムのインディゴブルーですね 濃い色と薄いブルーということでグラデーションを作ってあげるのもいいかなと思いますし明るいベージュ系のジャケットライトグレー系のジャケットでも相性がいいのでかなりですねジャケットというアイテムとデニムというものが相性がいいということここはですねぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、続いてのコーデなんですが、先ほどはネイビージャケットを着てみましたが、今度はですね、グレーのジャケットに着替えてみました。しかもグレーのジャケットはですね、シングルではなくてダブルで少しゆったりめなんですけども、このように上半身を少し緩めにして、 ボトムスで引き締めるような、いわゆる Y シルエットみたいなコーディネートも意外とデニムは使いやすかったりするので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。で、内側に着てるのは先ほどはこういった丸首のニットでしたが、今度はですね、白ベースの T シャツを合わせています。 かなりカジュアルな方向になりましたが、ジャケットのようなこういった襟付きのちょっと綺麗めなものさえ持ってくれば、あとはですね、他のアイテムがカジュアルであっても、ある程度はバランスが取れるかなと思います。まあ、その際にですね、ボトムスをちょっと緩さを持たせて、大きめのサイジングにすれば、10代、20代の方でも似合いやすいようなスタイリングなんですが、まあ、僕ら大人世代であれば、ボトムスは細身の方が、まあ、はりがいいかなと思うんですね。 あんまり全身ゆったりめにしてしまうというのは僕ら世代にはちょっと難しさがあったりするのでジャケットは少しゆったりめで他のアイテムはジャストサイズぐらいでコーディネートするのが意外とバランスがいいかなと思います個人的にはネイビーのジャケットのスタイルもいいんですがあれはザ定番的なスタイルでちょっと今っぽさを漂わせるのであればこれぐらいちょっとゆったりめのジャケットとデニムを細めに合わせるというのが意外と相性がいいかなと思うのでぜひ皆さんもこのスタイルトライをしていただければなと思っています はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、アウターを変えてみました。先ほどはネイビー系のジャケットを着てたわけなんですが、今度はですね、秋だとか冬に対応できるような竹の長いですね、コートを合わせてみたわけですね。ベージュ系のロング丈のコートとこのようなブルーデニムってめちゃくちゃ相性がいいんですね。ちなみに今回履いたデニムはですね、 二つ目にご紹介していました、リジットのユニクロのデニムになっています。上半身が明るめでまとめた時には、ボトムスちょっとですね、濃い色でまとめてあげると、大人っぽくですね、濃いネートすることができるので、ぜひリジット系のデニムを合わせてみてください。まあもちろん先ほどご紹介したような、色落ちしたデニムでも相性はいいので、そちらでも構わないんですが、どちらかというと、より深めのですね、リジットっぽいデニムの方が、ベージュのコートとかには相性がいいかなと思います。 先ほどもお伝えした通り、デニムはかなりカジュアルなアイテムなので、どんなアウターが合うのかというと、 着丈がある程度長いアウターの方が僕は相性がいいかなと思ってるんですね。例えば今僕が着てるようなステンカラーコートだとか、あとは真冬の定番となっているチェスターコートですね。このあたりのコートは丈が長くて、どちらかというとカジュアルというよりは綺麗めなアイテムなので、そういったものとデニムはものすごく相性がいいので、ぜひ皆さんも合わせていただければなと思っています。一方で真冬によく着るような ダウンですね。こういったアウターというのは着丈が短くて、なおかつ横に膨らむので、かなりカジュアル度が高いんですね。そういったダウンとデニムというコーディネートだとかなりカジュアルめになってしまうので、個人的にはそんなに相性が良くないなと思ってます。ですので、綺麗めな丈の長いコートとですね、デニムを合わせていただくと、春のスプリングコートだとか、秋のコート、あとは冬のちょっと重衣料となるようなコート、すべてですね、相性が良かったですので、ぜひこのコーディネートも皆さん、 チェックをしていただければなと思ってます。まあ、ちなみに今ベージュのコートを着ていますが、このコートの色自体は先ほどご紹介したようなネイビーでもいいですし、あとはですね、グレー系でもいいです。ブルーデニムのいいところっていうのは結構定番的な色と何でも合うというところなんですね。アウターの色としてよくあるものとしたら、やっぱりこうネイビー、ブラック、グレー。 そしてちょっと変化球でベージュオリーブぐらいだと思うんですね。それらの色全部に合うのがデニムなので、そういった意味でやっぱり使い勝手はいいんですね。特にこのリジット系というのは、ほぼ透明から見るとかなりブラックに近いような深い色味なので、合わせ方としてもすごく楽で、なおかつですね、上品さというのも漂うので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思います。 ちなみに今回の靴なんですが、先ほどのブラックレザースニーカーとか白レザースニーカーでも合うんですが、リジットデニムにはですね、結構ローファーだとかチロリアンシューズだとか、ちょっとこう小綺麗なですね、革靴が合うので、今回はチロリアンを合わせてみました。こんな形でちょっとクラシックで綺麗めな雰囲気にもですね、デニムは合うので、ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて夏場のデニムのコーデについて考えてみたんですが、デニム自体がかなりカジュアルなので、夏にデニムを使うのがちょっと難しくはあるんですね。というのも、夏場って着用点数が少なくなるので、T シャツとデニムを合わせるようなことが結構あったりするんですが、そうするとかなりカジュアルな方向に触れてしまうので、なかなかですね、大人の男性には似合いづらいというところがあるので、今回はデニムに対して、上半身はニット T シャツを合わせています。 一応ですね、袖のない T シャツではあるんですが、素材がニットになることで、適度に大人っぽく綺麗めな雰囲気が漂うので、こういったものであれば、デニムとも相性がいいかなと思います。僕はですね、今回ダークグレーのものを合わせていますが、他には爽やかさのあるホワイトだとか、先ほどまで着ていたこういったライトグレーの丸首のですね、ハーェイニットなんかも相性がいいかなと思います。 こんな形で T シャツよりも少し綺麗さを出しながらデニムと合わせるという着こなしは結構夏場には使えるかなと思いますね。今僕が履いてるデニムなんですが先ほどまでのブルー系ではなくてあえてグレーを選んでみました。 上に着ているものもグレーなんですが、夏場のカジュアルの中で、少しこう綺麗感というか、モードっぽさを出すには、意外とグレーデニムなんかが使いやすかったりするので、ぜひですね、こういった夏場の着こなしにグレーデニムだとか、そういった着こなしも皆さんにはトライをしていただきたいなと思います。ちなみに、サイズ感なんですが、 デニムっていうのは、やはりですね、最近のトレンドとしては、ゆったりめのものたくさん出てますが、これは世代によって正解が異なるところで、僕たち大人世代には、やはりこう、ジャストサイズからちょっと細めのものの方が、スタイルがよく見えますし、デニムというアイテム自体がカジュアルなので、あまりシルエットが太くなってしまうよりは、細身の方が使い勝手がいいかなと思います。 そしてデニムに合わせるような他のアイテムに関してもあんまりビッグシレットに振るのではなくてジャストサイズからショイルサイズぐらいまでが使いやすいかなと思うんですねまあどちらかというとジャストサイズぐらいの方がデニムは使いやすいかなと思うのであまりトレンド感を強く振るというよりはベーシックで定番的な着こなしにデニムは相性がいいかなと思うのでそのあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、続いてのコーディネートなんですが、今度はですね、デニムスラックスを合わせてみました。どうでしょうかだいぶ今までと印象が変わるかなと思います。センタープレスが効いてて、なおかつシルエットはですね、モーマリには適度にゆとりがありつつも、テーパードが効いてるというようなスラックス調になっているので、かなりですね、足の見え方が綺麗かなと思いますね。先ほどのリジットデニムも綺麗めでしたが、 より綺麗な雰囲気が漂うのが、このデニムスラックスの特徴かなと思います。もちろんですね、今回のコーディネートに対して、先ほどのリジットデニムだとか、色落ちしたデニムでも全く問題なく似合うんですが、ちょっと小綺麗な感じで合わせるには、こういったデニムスラックス調のアイテムもすごくバランスがいいかなと思います。 で、コーディネートなんですが、今回はシャツとこのようなカーディガンを合わせてみました。このようなアイテムというのは、やっぱりですね、カジュアルと綺麗めで言ったら、どちらかというと綺麗めなアイテムなんですね。まずは白のバンドカラーシャツですね。 シャツというものはやはりですね、綺麗めなアイテムとして皆さんも理解されてるかなと思うんですが、襟をですね、このようなバンドカラーにすることで適度にカジュアル感が出たりするので、結構デニムとも相性がいいかなと思います。もちろん襟付きのシャツでもいいかなと思うんですが、本当に綺麗なビジネスっぽい白シャツだと、どうしてもですね、デニムの持つカジュアルさともう全く真逆になってしまうので、 合わないっていうこともあったりするんですね。ですので、適度にカジュアルさのあるようなシャツの方が、まあデニムには相性がいいかなと思います。その点このような白なんだけども、ちょっとこう、ピシッとした生地感ではなくて、適度にシワが寄るような、こういったものの方が、僕は相性がいいかなと思います。 襟型もレギュラーカラーとかもいいんですが、バンドカラーシャツなんかで気軽に合わせたりだとか、あとはボタンダウンシャツとかでもいいかなと思うので、ぜひですね、白系のシャツとデニムというのはもう王道で間違いなく合うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そして上に羽織っているのはカーディガンですね。このようなニットの中でもさっくりと羽織れるようなカーディガンっていうのもめちゃくちゃ相性がいいんですね。 一番最初のスタイルはジャケットを合わせましたが、ジャケットだとちょっと硬いよなとか、なかなか着ていくシーンがないよなっていう方は、ぜひですね、カーディガンを合わせるスタイル、トライをしていただきたいなと思います。ジャケットよりはカジュアル感があるんだけども、1枚羽織ることで適度に大人っぽく綺麗めに見せることができるので、このようなカーディガンとシャツの組み合わせ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。 今はちょっとこう、ライトブルーというですね、綺麗な色を着てますが、これはベーシックなネイビーだとかグレーだとか、あとはベージュ系のニットでもいいかなと思うので、先ほど前の理屈と同じですね。一番外側に着るものはネイビー、ブラック、グレー、あとはベージュ、オリーブ、このあたりは間違いなく合うので、ぜひ皆さん、カーディガンもですね、デニムと合わせながら楽しんでいただきたいなと思っています。 まあ、ちなみに今回合わせた靴なんですが、一番最初にもお伝えした通り、こういったレザー系のスニーカー、白なんかもう間違いなく相性がいいんですね。困った時には白レザーを選んでおけというところで、まあ、オールスタークップを履いていますが、このようなスタイリングもすごく大人の男性には似合いやすいので、トライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回は大人のデニムコーデを完全解説ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。 ま、デニムといっても様々なものがあって、ちょっと色落ちのしたものからリジット系もあれば、今僕が履いているようなグレー系のデニム、あとはですね、デニムスラックスみたいなものがあって、デニムの中でもそれぞれ個性を分けながら使ってあげるとかなり着こなしの幅も広がるかなと思います。 ちなみに今のコーディネートもなかなかまとまりが良かったので解説したいなと思うんですが、こういったグレー系のデニムに対して、ベージュのジャケットとか、ベージュ系のアウターって結構相性が良い,いかなと思いますね。まあジャケット以外にも、先ほど着たようなステンカラーコートとかにもですね、グレー系デニムも結構相性が良かったですので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ正直ですね、今回ご紹介したスタイルの中で、どれが自分の中でしっくりくるのか、このあたりは人によって大きく変わってくるかなと思います。 どれも試してみるのもいいですが、今回のご紹介した中で気に入ったスタイルをですね、皆さんの中でも楽しんでいただければなというふうに思ってます。僕自身ですね、最近デニムを履くことはそんなに多くはなかったんですが、改めて履いてみると、やはりデニムにはデニムの良さがあって、適度にですね、王道定番の楽しさもありますし、意外とジャケットを合わせることで適度に着崩すことができたりだとか、 かなり使い勝手が良くて便利だなということを再認識しました。ぜひ僕ら大人世代もですね、こういったデニム、今までのものもいいんですが、常にアップデートしながら、今の時代に合った着こなしというところにですね、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っています。もう少し中級者的な内容に関しましては、僕はもう一つ展開しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらでは2週に1回のペースで、皆さんからの質問に直接お答えするような生配信もやってますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 あともう一つですね、最近オンラインサロンを始めました。そちらではですね、1日にだいたい5回ぐらいのペースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をですね、文章と写真ベースで行っています。一つの記事はですね、だいたい1分前後で読めるので、時間があまりない方だとか、サクサクファッションを学びたい方にはですね、結構使いやすいようなサロンになってるかなと思います。 最近は僕以外のスタイリストの方も何人か入ってもらってかなり充実したやり取りができているのでぜひこちらもですね気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに